皆さん、こんにちは、えー。週刊手帳術の著者、海野隆です、えー。今日はですねあの、テーマがですね、行動管理の領域は関係ないというそんなお話をしたいと思います。あのまあ、この行動管理っていう言葉自体、ちょっとあの説明をしなきゃいけないんでしょうけども、あのまあ、これ、 も、元のネタは7つの習慣です。で、あの7つの習慣は、こう、皆さん、知っている、ご存知の方はご存知だと思うんですけども、基本的には、時間管理って言ってるんですね。まあ、タイムマネジメントです。あの、タイムマネジメントって言ってるんで、まあ、基本、その、要は、緊急なのか、重要なのかっていう、まあ、そういう、こう、あの、ま、マトリックスですね。あの、緊急、 だけど重要じゃないみたいな話だったりとか、緊急でも重要でもあるということだったりもするんですけども、まあ、私の場合ってそれを行動管理というふうに位置づけています。あの基本的なマトリックスの,その並びは同じなんですけども、えっと、重要なのか緊急なのかと、そういう,こう見方をしてるんですね。これ何が違うかというと、 えっとまあ、第二領域っていうその皆さんがこう一番こうやりにくいところで考えるといい,いいと思うんですけどもその7つの習慣で言っているその緊急なのか重要なのかっていう話を第二領域に当てはめる,当てはめると、えっと、緊急ではないんだけど重要なことなんですね。なのであの緊急だったら重要なんだけどやらなくてもいいとかできなくてもいいみたいなそういうふうに 私はは捉えてますあの要は、えっと、私自身ができないとかって言ってるんじゃなくて、世間一般的にその第二領域ができない理由として何か挙げるとしたら、そういうことじゃないかなというふうに思ってます。で、逆に行動管理って考えると、まず重要だっていうところがまず先に来てますから、まず行動しなきゃいけないと。で、緊急かどうかっていうのは、 それを早くやった方がいいか、遅くやった方がいい、遅くてもいいのかって話だから、まず、その考え方として、もう最初にやらなきゃいけないっていうことが先に立つんですね。で、それが早いか遅いかと。だから、まあ私的に言うと、さっさとやれという、あのそういう発想になるわけですね。あの、どうせやんなきゃいけないんだから、というところではあるんで、あの、そういう意味で言うと、その、な,なんていうんですね、あの、その行動管理でいう、その、 重要だけど緊急ではないっていう、その、えー、行動管理の中の第二領域の話を、その時間管理に当てをはめようとすると、限りなく1に近いんですよねは。早くやんなきゃみたいな。うん、あ大事だから緊急です。あ、じゃあ緊急だから大事ですっていう,う、そういう発想に近くなるんで、あのー、 そうするとね、その1の領域だろうが2の領域だろうが、あんまりこう関係なくなると。で、まあ、なるべく2の領域をやるにはどうしたらいいかって考えたときに、まあ、時間管理でいいのか、行動管理の方がいいのかという、そこをね、比較したときに、まあ、私の中では、あの行動管理って考えた方が、まあ、ごくごくこう自然にというか、無理やりにでもというか、あの強引にでもというか、あのやらなきゃいけないというふうになると。 いうふうに思っているので、まあ、まあそこのところでまずそのあの、第2領域をこうなるべくやるにはどうしたらいいかというところで考えると、えー、行動管理をするべきだということで、でその2の領域が限りなく1に近づくというのもそうなんですけども、それって、えー、第3領域だろうが第4領域だろうが同じなんですよね、結果的に言うと。 えっとまあ、その行動するかしないかっていうところなんで、まず行動するって決めた以上、もうその時点でかなり1に近づくんですよね。もう要はその大事なことですって、もうそのやろうとしてる行為があの大事なことだって決め,決めちゃってるわけだから、その要は、えー、重要じゃないけど緊急なことみたいなその大第三領域だったりとか、えーまあ、重要でも緊急でもないんだけど、それがしたいと思ったら、 <laughs> 当然のことなら行動することになるから、限りなくこう1に近づくわけですよ。なので、の私の中では、もうこの「週刊手帳術」の話にも出てるんですけども、要は行動するなら全部第一領域だと、いうそういうことになるので、結果的に言うと、行動するっていうことを決めた以上、どこの領域だろうが関係ないですよと。 であのそれが早いか遅いかの話なんですけどもそういうふうに大事だって決めたなら早くやってあとは遊びましょうっていうそういう発想になるわけなので、まあ、あの必然的に行動に結びつきやすい、まあ、実際やるかやらないかっていうのはねその本当に、ね、ご本人次第だと思うんですけども私はもうそういうふうに決めちゃったら早くやって早く遊びたいしあの そこの中で何かこう割り込まれたということに対してあ、早くやっとけばよかったなみたいな話にならないように、とにかくさっさとやるということをか考えておくと、まあ、行動管理の方がいいし、でその中のその領,領域というのも全く関係ないですよと。早くやって、早く進みましょうという、そんなお話でしたということです。えー、今日の動画は以上となります、えー。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしが お送りしました。それでは。